先日はアンパンをシリン君で温めました。今日はこのクリームパンと中にソーセージが入ったパンを温めてみたいと思います。さてシリン君で温めるとどういう感じになりましょうか。まずはシリン君の温度調節を強火でしっかり温めてヒーターを真っ赤にします。温度調節を中火よりもちょっと切れたぐらいな温度に、柔らかい温度にします。ほらヒーターの色がだんだん先ほどの真っ赤から小豆色、黒に近い色になってきたのわかりますでしょうか。この柔らかい温度で温め直しをします。それでは始めますよ。はい、調理パンとクリームパンです。さあ先ほどのパンをひっくり返してみます。ご覧の通りヒーターの線がしっかり中にはしっかり表面についてます。温まった証拠なんですよ。表面はご覧の通りパリッパリになってます。サクサク食べられるでしょうね。早く食べたいな。七輪くんいい感じ。もちろん焼きグルメでもできますよ。ご覧いただけますでしょうか。温める前まではしばしばのフランクフルトがほらパリッパリになってますでしょ。これが温め直しの良さなんですね。さあそろそろできたかな。はい、もう十分に温まったようですね。それでは食べてみます。